広島カープ塾始めます。今日はですね、小園選手、林選手、坂倉選手、この人たちの打順等々について話してみようかなと。小園選手、林選手、坂倉選手、まあ右投げ左打ちっていうか、若い今年、まあ小園選手とか坂倉選手微妙ですけど、まあ今年大ブレイクしたと3人とも、はい、まあ、3人ですよね。で打率も3割打ってるとですよね。はい、お願いします。はい、で私は今の状態なら1番小園なんですね。ああいいですね、はい。まあ、もしくは2番でもいいんですけれども、はい、もう1番小園なんですね。で、はい、3番が坂倉なんですね。ああいいですね。で4番がもうここでいう初期林なんです。ああいいですね。で5番が菊池なんです。で2番が鈴木誠也なんです、うん、鈴木誠也の方がやっぱり出塁率がいいんで。あ、鈴木誠也選手が2番ですか。2番です。ああ1番小園選手、2番鈴木誠也選手、はい、3番が、坂倉選手、4番が林選手、林選手、5番が菊池選手。菊池選手と。はい。あ、いいですね。これはなんでかって言ったら、まずみんながなりたい、はい、やってみたいっていうタイプの選手が鈴木誠也選手だから2番なんですよ。いいですね。はい、で、まあ、今いろんなところで言われてる強打者と言われる人、はい、もうカープの打線の強打者という、まあ、打点の数、ホームランの数に問題があっても、今のカープの打線、外国人いなかったら、鈴木誠也選手で、菊池選手ではないわけですね。特にカープとセ・リーグの一部、まあ、特にカープは最後までこう古い野球やってる感じですけど、2番バッターに、まあ、最近はね、こう違う選手言ってますけど、2番バッターにこう、パ・リーグだと9番とか打ってそうな感じのバッターを2番に入れるっていうのはもう古いんですよね。古いんですね。そうですよね。でもう小園選手にじゃあなんでかって言ったら、鈴木誠也選手が2番なら、好きなように1番でやれっていうのが鈴木誠也選手2番にできるわけです。まあストライク勝負になるでしょうね、小園選手に対してはね。そうです。で、ね、野球の経験と、まあ、キャッチャーというポジション上で言うと、やっぱり私は3番というのは実績上のことがあるので、はい、足りないながらもこの中で選ぶとやっぱり3番は坂倉選手なんですね。塾長、これ打順の話をおっしゃってますけど、この坂倉選手はファーストっていう感じですか。ファーストです。ファーストです。キャッチャーではもう使わない。使わないと。もうファースト専門ですか、基本。さあ、ファースト専門ですね。ああ、140試合中、130以上はもう、ファーストです。打ってますと、いうことです。はい。今シーズンはもう、そういう、もうカープの順位の成績なんで、はい。4番はもう林選手で、林選手です。もうこれはとにかく打点をどんどん取ってもらうと。もう村上選手をヤクルトが4番で我慢して、はい、いいですね。ああなりましたから。で菊池選手にもっと1番でも自由に打ってましたけれども、もっと自由に打ってもらって、うん、なおかつ前の3人の若手、まあ、もっと言ったら鈴木誠也選手も若いですよね、菊池選手から見れば、はい、これをバックアップするのは私ですと。いいですね。例えば林選手ホームラン打ったと仮にして、ランナーいなくなった後、
に菊池選手がれば1番とほぼ同じ効果でしょうし、そうです、ね、残れば残ったで、ね、2番バッター飛んででしょうから、でその今は塾長が挙げた1番から4番までみんな足遅くないですもんね。ないですから、それじゃあ、まあ、いろいろつなぐバッティングライドシとかね、そんなみんな3割以上打ってますから。そうですよね、左3人右2人なんです、しかも、うんうん、そうですね、いいですね。ただこれちゃうんですけど、塾長の意見、この2番鈴木誠也が一番多分こう採択されづらくて、まあ、笹岡監督とかですね、カープの OB とか、例えばよくあの解説されるアニア総括さんとかですね、嫌がるんでしょうね、2番。嫌がると思います。で、私は鈴木誠也1番、2番小園を嫌がるのは、はい、小園選手が、うん、こねる打撃を覚える可能性があるんですね、まだ若いんで、2番は右に引っ張り込まなきゃいけない場面が出ちゃうんですね。ですね、ありますね、はい、これはチーム事情上やんなきゃいけない場面はやんなきゃいけないな、もうそれは事実なんですけど、だったら鈴木誠也選手のライト打ちにかけた方が、はい、うん、確実なんですね。そうすると鈴木誠也選手の2番ってなんとなくこうジャイアンツの坂本勇人選手っぽい感じがしますね、雰囲気は、ね、そういうことですね。ああ、いいです。もしくは長野選手の2番とかね。ああ、昔のね、はい、ジャイアンツ時代の、でここで固めてしまえば野間選手とか西川選手とか、まあ、松山選手、その他大勢の打順ってすごく組みやすいんです。6番以降にしか使わないでいいですか。まあ、そんなんていうか、その選手たちが打ってる、いわゆる OPS が高いですから、今まで言った選手ね、あの5番の菊池選手、まあ、そこ以下はもう適当に並べておけばいいっていうか、調子がいい人、そうです、で、苦労しないんですよ。要は、打力を考えたら西川選手なんだって使えば、6番以降ですから、あ、これは点取り合戦だなと。うん、で野間選手とか守り重視の大森選手とか西川選手を外したり松山選手を外した場合は、要は守れる選手も後ろですから戦略上変わらないんですね。これでも普通ね、塾長ね、ほとんどのチームって外野手はバッティングいいですと、内野手はあんまりバッティングが長ちょっと欲しくてないですよと、でこう下位打順なんか打つことが多いわけですよ、特に、はい、そうですけど一般的に言うと、はい、このカーブの打線だともう小園ショートですね、はい、で5番打つ菊池選手、5番バッターの菊池選手にセカンドと、はい、5番の林選手がサードと、はい、で3番の朝倉選手がファーストで、こんないい打線ないですよね。ないですよ。あと野手、キャッチャー、あ、センターとレフト並べとけばいいんですから。そうです。でキャッチャー、相澤選手なら6番。まあ、反対ですけれども、まあ、6番で使えなくはないわけです。はい、うん、まあ、7番だ。そうですね。まあ、でもどっちにしたって強打者ね。もう、要は、内野とキャッチャーで上位打線が組めるってことは、はい。いいですね。ないんですよ。これ例えばですね、ちょっとふと思ったんですけど、じゃあ5番こうなったとして、5番菊池選手セカンドですね。で6番でレフトの坂倉選手、はい、あ、すいません、西川選手ですね。はい、例えばで7番で、今度は例えばキャッチャー相澤捕手とかにしましょうか。はい。ね、で8番でセンター野間選手。もしくは8番ピッチャーとかしておいて、はい、9番センター野間選手とか、まあ、野間選手とか初木選手、大森選手、まあ、誰でも走れる選手を持ってこれる9番とかもいいかもしれないね。そうです、初木選手とかね。こうするともう一つきちんとくるのは、まあ、例えば相澤選手、西川選手、まあ、ここで松山選手もレフトで使えるんですね。そうですね、元々の構想はそうですから。うん、そうですね。
だから打点を取りに行けば松山選手を使えばいいし、うん、打線をつないでつないでなら今シーズンの成績だと西川選手を使えばいいし、うん、そうですね。で右で打ってもらいたいなら、まあ、今相澤選手いませんけれども相澤選手を使えばいい、もしくは磯村選手でもいいでしょうと、うん、そうですね。すごくシンプルになるんですね、上位が決まるので、うん、でそれだけの3割以上打ってん、3割2分打ってますから。そうですかね。なんか感覚的にもどうせと言っては失礼ですけど、2年間結果が出てないんですから、1年半ぐらい本能的に選択肢が2つあって、各首脳陣とかが左を取りたいなと思ったら右が答えですっていうふうにわーっと右を選ぶとか、そのぐらい変えていかないと結果が出ないですから、こう本能的に選ばない方を絶えず選ぶと、意図的にそういうふうにした方がいいと思うんですけどね。そうです。それと鈴木誠也のモチベーションを上げるのが2番なんです。いいですよね。なぜなら本人メジャー行きたいなら2番ですから。4番よりも今2番のがエリート職ですもんね。メジャーに行くなら2番がエリート職です。エリート職ですよね、2番の適性をメジャーに見せてもらわなきゃ困るんですね。はい。なんか4番がいいバッター、各チーム4番がいいバッターって大リーグ打ってないですもんね。打ってない。実際あの日本も打ってないです。いや、4番がいいバッターではなくて、4番はホームランを打つバッターが打ってるわけです。村上選手、岡本選手、はいはい、柳田選手。別に打点を取るというよりかは、もうホームランで打点を取る人が4番を今打ってる時代なんですね。昔はタイムリーが強い、勝負強いとかではないんですね、今の4番。昔の7番ですよね、7番とか8、6番。そう、6番とか7番。が4番今打つ時代ですよね。今のカープはいないので、その可能性があるのは林選手なんで、本当はクロン選手とかね、外国人のメヒア選手とかなんですけど、いませんので、うん、一番ホームラン打つ可能性を秘めて、ホームラン打者として取った選手は、今のカープでは林選手しかいないんですね。うん、そうです。だから4番が林なんですね。ああ、そうですね。で、これの若い人たちを、まあ、要は菊池選手の役割は、昔でいう新井選手が4番打ったのを5番でやるってこと。ああ、なるほどね。まあ、もうその通りをね、うん、こう、いっぱいこう、できる状態じゃないでしょうかね、そうです。選手もね。で、菊池選手も分かってきてて、はい、まあ、ツーベースとか、ホームランとか狙う打撃をしてるわけですよ。うん、で、それの後押しになるわけですね。はい、もう走らなくていいと。機動力は捨てたと。うん、田中選手もそうです。うん、機動力もね、昔はこう、大事なことだったんですけど、今はね、それよりもフライボール革命以来、やっぱり長打力ですからね、野球はね。そうです。で、もう年齢でもう28までです、はっきり言って、みんな走れてるのは。そうですね。残念ながら。だから糸井選手が35ぐらいで盗塁王になったら、みんながやっぱり超人だって言ったってことは、やっぱり異次元なんですよ。だからそんな人はいないんです。うん、いないことを求めてる時点で、やっぱりやってはいけないことですよ、ベンチの采配上はね。はい、糸井選手も確かにその35で盗塁王になったってありますけど、結局その前後の年とか、もう怪我だらけでほとんど出てないですもんね。出てないです。何さんだなって気がしますね。そう、その後も結局その通りの影響かどうかできありますかどうか分かんないけど、打ててないんですね、全体としては。そうなんですよね。なので、そこら辺の弊害があるので、こういうメンバーを組んで、やっていけば、うん、で、このメンバーならなんで笹岡監督に向いてるかって言ったら、全部サインがいらないんです。
ああ、いいですね。ベンチで座ってるだけです。1番小園、2番鈴木誠也、3番坂倉、4番林、5番菊池って、何にもやれないんですよ。菊池が5番ですから、うん、5番、6、2番ともやれないですから。まあ、これはまあいろいろ答えはあるでしょうけど、田中君とか過去のこうもうそんなに固執はしてないでしょうけど、4番鈴木誠也とかですね、前の監督の因習みたいなことを破らない、まあそういったパターンを破らないと、それで順位も下げてたら何が伝わるって言われたら、ちょっと変えた方がいいと思うんですけどね。そう、変えた方がいいんです。でなおかつ文句言われないのは、これなら采配の振るいようがないですから。そうですよね。1から5番についてはまあ、できるとすれば、どのタイミングでヒットヘッドランしかないわけです。誰にバントさせたところで、ファンも OB もブーブー言う打順ですから。うん、で、なんていうんですかね、こう、まずそういう選手たちの経験、例えば林晃太選手の経験は絶対たまるわけで、4番は。はい、6番や7番、1試合やってるよりも、例えば5試合出るよりも4番に試合やった方が重いじゃないですか、経験。重いです。加速的にこう経験値がたまるわけですよね。たまります。でそれにつけてですね、数かつですね、そういう選手が並んでいくと年俸が安いんで、チームの総年俸は下がるはずなんですよね。下がります。どんなにこう活躍してもそんなこう何パーセントアップですから、元値が低いですから。そうです。まあまあそこは分高い人を下げていくってことなんでしょうけど、そういう意味で言うとチームのこう総年俸を下げるっていうことでオーナーも喜ぶかもしれないっていうのがありますし、若い選手もあるんで、こういろんなことでファン層のこう総入れ替えみたいなことができるかもしれないですよね。これもいいですよね。そうですね。はい。でこれをやると昔のカープみたいになるんですね。レフトにいろんな人たちを起用する時代になるんです。そうですね。はい、そうです。長野選手、松山選手、西川選手、はい、まあ、例えばここは大森選手がセンターになる、例えば野間選手とかね。西川選手ももともと足が遅くなかったですけど、最近結構ダイソー出せるじゃないですか。出されます。やっぱ怪我がちですから、やっぱり休ませながら使った方がいいので、こういう形で、なんでサード林選手で4番っていうと、絶対にこれで考えることは、村上選手のプレーを林選手はずっと見ることになるはず。まあ意識しますね。これ意識しなかったら絶対嘘です。それはありえないです。でもう近いですからね。そんなに離れてない。1個か2個しか違わないですから。はい、非常に私からするとこう、まあ、弟子の立場だよね。時々弟子とか聞いてどうかなって思って意見言いたい時もなくはないんですけども。でしょうね。はい、それは分かります。ただまあこの打順聞いても何をこう差し込む意見はなくて、もう完璧だなと思いますね。上位打線はそうです。いつもはね、個人の選手名でどうだっていろんな話をしようと思ったんですが、今回はちょっとこの3人でこの打順なら、たとえ要は作戦の取りようがないんで、ベンチに何も言わなくていい打順だなと。1点だけ気になるのは坂倉翔吾選手ですね。はい、ものすごくキャッチャーに対して未練があるかどうかだけですね。まあ、未練があっても監督からし、まあ、オーダー表にかかれば、メンバー表にかかれれば、いや、そんなの押しのけて僕ですよ、キャッチャーとか、そんなに言えないでしょうから。その未練を断ち切るので3番なんですよ。その場合3番打てと。しかも130試合ぐらい打てと。そうです。はい。これは、これ、丸2世どころか、丸を超えるような選手になる可能性ってありますよね。そういうことですね。要は前田智則選手は3番なんですから、その背番号を受けて、はい、
るわけですから、前田選手は4番ではないわけです。4番を張ったのは江藤選手ですか。で、坂村選手まだ23歳でもうあの成績ですから、丸選手の時と23歳か上ですからね。上ですからという見方もある、あるわけです、はい、で、あえてここはレフトを開けたのはやっぱり中村翔成のことがあるので。ああ、中村翔成選手がここで6番レフトぐらい入っていくといいですね。そうですね、これ結局林選手のレフトは使えない、いや、やめた方がいいんで、これは絶対村上選手を意識すると、私は当然中村翔成選手のサードなんですけど、うん、ここまで林選手が現在成績を残しているなら、うん、これはレフトで長野選手の年齢を考えても、松山選手の年齢を考えても、長野選手の後は、中村翔成で、うん、松山選手の後は西川選手が年齢上は後を継げばいいわけですか。基本的にベテラン選手、長野選手とか松山選手とか田中康介選手、このあたりですね、 V3 に貢献したメンバーで、この方っていうのは、まあ、スタメンでは出ずに、まあ、代打とか、まあ、そういう感じで出てもらうっていう感じになってくる。そうですね。で、ここで、だから中村翔成、翔水選手は、まあ、多分、ポスティングでいなくなった通りの鈴木誠也のライトも空きますので、はい、別に競争上は問題は少ないわけですね。そうですね。問題ないでしょうね。はい。で、たまにライトも、まあ、きれいにライト守れって言っても厳しいから、まあ、前守ってもらうと、ね、そういうことですね、はい、なのでそういう面では彼らも下位打線なら気軽にホームランを狙ったバッティングはできますので、そこら辺でこう小園選手とか林選手とか坂倉選手、こう特に若い左バッティングに左打ちを固まるとですね、宇草選手とかも俺もいるから頑張らせたとかいうふうになるでしょ。そうです。と、まあ一番は葉月選手ですよね。ああ、葉月選手もそうですね。だからこれが一番効くんですよ。効きますよね。ええー。小園に負けたくないって気持ち一番強いでしょうからね。ああ。しかも、要はライバルの坂倉、林がもうクリーンナップにいますから。ええー。一番の重責任されて。こうなると、まあ、多分笹岡監督の時代にはちょっとこう、ね、花が咲かないんでしょうけど、次の監督の時には花が咲きそうな気がしますね。咲く可能性があるんですね。で、鈴木誠也2番っていうのは、これ重要なのは、鈴木誠也がいなくなって、多分西川選手がレギュラーに入らざるを得ないんですね。うん、カープのメンバー。まだちょっと若い人たちのは、林小僧の坂倉選手並みに開花するかどうかは未知数ですから、確実に計算できそうな西川選手だと、鈴木誠也の後の2番が西川だと言えるわけですね。そうですね、はい、要は2番野間の後の2番西川ってなると、2番ってそういう役割俺やるのっていうのと、うん、鈴木誠也が担ってた2番っていう価値が変わるんですね、2番、うん、もう大リーグっぽい、まあ、今時のいい野球になってきますよね、野球に、はい、だからこういう面でもやっぱり私は何度も言うのは、選手のモチベーションをどう上げるかなんですね、うん、この順位になったりこの成績になってしまうと、笹岡監督よりも多分この今の選手たちは大リーグ見てるでしょうからね、2番ってそういう打順じゃないのかと思いながら、まあ、そもそも大谷がやってますからね、はい、ですよね、まあ、で大谷選手が2番ですからね、はい、わかりました、はい、以上、ありがとうございます、ありがとうございます、どう失礼します、失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。